日の動画はメンテナンスです。1号機 DT200WR3XP のチューブ交換ほかということで、軽いメンテナンス作業ですね。作業としてはチューブ交換とリアタイヤです。でなぜかというとですね、東京の日の出にツーリングに行ったんですけれども、帰るときにですねパンクしていることが判明しまして、で開けてみたらですね、チューブにもうこれで合計4つのパッチを貼ることになったんですね。ですので今現在4つパッチがあります。もうこれは交換でしょうと、交換しなきゃということで、その東京ツーリングでですねパンクした時の模様をどうぞ。こりゃまずいね。ここまでよく来たね。空気圧ゼロだよこれ。空気入れてみよう。パンクしてるかもな。エア入れてみたけどダメだからパンクだねこれ。パンク修理かな。久々にパンク攻撃ですわ。今ここに貼るために今、下流を乾かしてるんですけど、ここもでしょ、ここもでしょ。これねパンク修理多すぎる。もう一箇所どっかあったんだよな。これで4箇所目だよ。もうチューブ変えなきゃダメだよこれ。しかもさ、タフチューブにしようよ。もうああいう変なとこ行っちゃうわけだからね。ちょっといろいろ考えなさいね。パンクした時の模様を今ご覧いただいた通りです、はい。でノーマルチューブが入ってましたので、タフチューブに交換することにしました。あとですね、その他に車載のですねツーリングバッグですね、テールカウルについてるんですけれども、リアフェンダーっていうのがカウルじゃねえな、はい。車載ツールバッグが経年劣化でもうほつれてきちゃいまして、工具がもう飛び出てくるようになっちゃったんですね。で前々からですね、ツールパックを含めて、その他、スペアパーツだとかいろいろと、はい、その積載性と使い勝手がいまいちだなと思ってたんですよ。はい。ですので、これを機に、より良くしたいと。かつですね、はい、私の場合は、たくさんお金かけられませんので、お安くなんとかしたいといろいろ考えまして、策を講じました。それでは本編どうぞ。1号機 3XP のちょっとした整備です。ここね、はい、チューブがもうパンクパッチだらけなのでチューブを交換します。これタフチューブだと思うんだけどな。タフチューブってどこにも書いてないんだよ。それがちょっと若干の不安なんですけど、はい、新品のチューブに交換しましょう。ではまずホイール外します。外れました。ではチューブを外しましょう。取れましたね。生々しいパッチの跡がありますね。はい、内側に圧か。
最初こっち、あ、そうか、入れ替えたんだな、うん、で、あと3123、もう1箇所あったよ、どうだったっけ、全部で4箇所あったと思うんだけど、あ、4、いいですか、1でしょ、1ね、で、あれ、あ、これ1か、で、23、あ、3箇所かな、じゃあ3箇所か、違うわ、4です、4箇所だ、やっぱりここに2箇所でしょ、ここ2箇所でしょ、横っ腹に、で、ここ全部で4です、やっぱり、いやー、よく頑張ったこのチューブ、成仏してくれ、やっぱりタフチューブっぽいですね、なんか厚みがもう全然違いますね、これね、空気が微妙に入っちゃってるんだけど、ね、まあ押すって言ってるとこんな感じなんですね、3、4センチぐらいかな、もっとやっても6センチぐらいしかならないですね、もともとの肉厚がかなり違う、違いますよね、かなりね、だからやっぱこれちゃんとタフチューブですね、タフチューブです、というわけでタフチューブを取り付けてまいりましょう、では入れてまいりましょう、ハイルは入ったみたいですね、ちょっとだけ空気入れましょうか、でちょっと空気入れますね、で空気入れましょう、ちょびっと入りました、じゃあこれでちょっと入れてってみましょうか、空気に抜かないと厳しいですね、入ったので、じゃ空気入れてみましょうかね、入れましょう、ビードは素直に上がるかな、ダメですね、ちょっと一旦抜きましょう、全部出ました、ちゃんとエアポンプのこのエアポンプの何だろう、吹き出し口がバルブにちゃんと入ってなかったみたいです、はい、ちょっとこれで少し何分か放置してみましょうか、空気圧は 0.9 から 1.0 ぐらいですね、
とっても大事なことを忘れてました。レバーの確認です。はい、使ったのは3本です。工具箱にも1本あるので合計4本です。レバーの混入はないです。ですね、ちょっとコーヒータイムをしてきましたので空気ちゃんと入ったままかどうかを、確認してみます。はい、でエアゲージで 0.9、1.0 を確保してますね。ですので、組み込みましょう。というわけで、これでいけます。ただね、この山がね、この山でね、変なとこ行っちゃうからね。本当はね、タイヤ変えた方がいいっすよね。もうちょい山深い方がね、安心して走れるから。フラットのとこだけ走るつもりで行ってもね、走っちゃうんだよな。抜きたくてね、間伐したくて、悩みの種ですね。せっかくだからチェーンの掃除とかいろいろやっちゃいましょうかね。なんかホイール外すとチェーンめちゃくちゃ綺麗になるし、チェーンのグリース入れる作業とかもめちゃくちゃやりやすいですね。これ初めて知った。じゃあ入れましょう。はい、良いのではないでしょうか。これでツーリング出かけられますね。続きましてはですね、もうこの、34年愛用しているラフ&ロードのツーリングバッグなんですけども、テールズ。この中ね、ツーストオイル混合用のシリンジとか工具とかスペアパーツとか、あとは、結束バンドとか、なんかね、いっぱいいろいろ入っちゃってるんですよ。これをうまく、もっとうまく整理したい。はい。で、しかもこの工具入れがね、もう破れてきちゃってて、もう限界なんですよね。ほつれてきちゃってて。なので、これの対策でですね、まぁ、ちょっとこの工具箱収納とか、このパーツ収納の入れ物を買いましたので、それちょっと交換してみます。今、こういったものがツーリングバッグの中に入ってるんですよ。これは、シリンジオイル混合用のね、これなんだっけ、これなんだっけ、おお、こういったものですか。M6 のネジですね。M6 だな。ネジとナットのセット。これラフ&ロード。このテールバッグに付属していた工具箱、工具入れなんですけども、もうね、破れてきちゃって。縫い付けたんだけど、そうですね。もう生地が限界なんですよ。で、これが、ブレーキレバー、クラッチレバー。ブレーキレバーすごいね、これ。すごい。
これ大丈夫こんな曲がってて。まあいいか。スペアレバーですね。これらをちょっとうまいこと収納したいですね。で、こういったものに移し替えます。マチ付きの断面正方形の枠で、中がまあちょっとその防水的な加工になって。購入したツールバッグはこちらです。Amazon で売っていまして、これ不思議なんですよ。6個だとですね、1569万両なんですけれども、1個を探したら1133万両だったかな。6個買いますよね、そしたら。ね、6個買っちゃいましたよ。まあ、1個買ってみてよかったら買うでもよかったんですけど、だって2個目買ったら、この6個買うよりも高くなっちゃうでしょ？ですから、はい、6個買いました。これはね、Amazon で、5個で1600円で売ってました。こっち、よく似てるんですけど、丸型で、やっぱりこう雨がちょっと入りにくい加工になってる、筆箱的なもので、これ100円ショップです、はい、ここにうまく入んねえか。ちょっといろいろやってみましょう。なんかこれバッチリサイズですね、シリンジが。このシリンジはね、安いと200円とかでアマゾンで売ってるんですよね。届くのめちゃくちゃ時間かかります。このホース類もこの中に1万円とか。あ、いいっすね、いいね、いいね。この油布もここに入れて、でファスナー閉じんじゃね。あ、閉じるな、これいいな。よし、これ行きましょうか。これね、ここ25センチなんですよ。250ミリ。この筆箱はですね、200ミリなんですよ。ここが。なんかこれ想像以上に入りますね、これ。すげえ入る。この紐邪魔だな。切ろうかな。どうしよう。どうする？これは入るのか。これまで入っちゃう。なんかいいっすね、これ。これすげえいいな。でね、この、これまだあるんですよ、いっぱい。いっぱいあるんですよ。なんかこっちが良さそうっすね。なんか余裕でこれに入っちゃった。余裕だな、これ。じゃあ、あとはバッグの中に入るかどうかですね。なんかね、余裕で入っちゃったんですよ。ね。シリンジ。ツーストオイル混合。エアパーツル、うん、で、こうね、ゴーグル、これ重いから、これ軽いから、ちょっと閉めてみましょう。なんか今までよりもぐっと余裕ですね。しかもめちゃくちゃ使いやすくなってます。なんで早くこれにしなかったんだ。いや、このバッグの使い道がまた増しましたね。この辺がちょっと剥げてきたんで、
ここラフ&ロードって書いてあったんですけど、もう色全部なくなりましたけど、ここ補強したいですね。はい、というわけで、筆箱作戦、これね、はい、これはまあ25センチ、工具はやっぱ25センチ、250mm がいいんですけど、あとそれ以外のスペアパーツはダイソーの、20センチの 200mm のペンケースで、バッチリ収まります。これはなんかちょっと久々に嬉しい。しかも、まあ、外は雨染み込むんですけど、中にねそんなに簡単には入ってこないんで、比較的こう錆防止にもなると思います。あとこれはねオイルまみれになるんで、この中がオイルまみれになるのを若干防ぐことができると思います。はい、いいと思います、うん、まとめます。いけてそうですね。チューブはですね、穴を開けずにですね、レバーで挟んで穴を開けずに交換できた模様です。タイヤ交換したいので、すぐ同一作業をやらなきゃいけないみたいですね。またタイヤ外して、みたいなことですね。はい。工具及びスペアツールバッグは、そのペンケースですね。アマゾンのサイトには、工具箱って書いてあったんですけど、筆箱ですよね、あれね、多分。で 250mm は Amazon で6個で1569円、1600円、 200mm サイズはダイソーさんで1個110円と、私の経済でなんとかなる範囲で購入できました。で、積載性も使い勝手もかなり向上したような模様ですので、良かったんじゃないかと思います。はい、これで、フラットダートおよび遠征ツーリングにいつでも1号機で行ける状態になりましたね。準備は万端です。また出かけたいと思います。ありがとうございました。